心がときめくジュエリーが並ぶリュクレ石澤からお届けしていきます。さあ、パールスペシャリストの石澤さん、一体どんな資格なんでしょうか？うん、はい、パールスペシャリストというのは、パールの魅力だとか、美しさを深く知って正しく皆さんにお伝えできるプロフェッショナルのことを言います。はい、なんと全国には9人、そして県内では初めてこの資格を取られたという方なんです。今日はそんな石澤さんに私にぴったりなパールを選んでいただきたいです。よろしくお願いします。はい、後ろにはですね、キラキラと輝くパールが並んでいます。石澤さん、パールの一番の魅力どこだと思いますか？はい、人の手と自然の力と両方がないと出来上がらないという素材の魅力と、あとは真珠層のこう深い、重なりが生み出す奥深い照りの美しさだと思っています。はい、本当に貴重なパール、見ているだけでワクワクします。そして早速選んでいただいたパールを身につけました。いかがでしょうか？一気に華やかになりました。そしてこのパールの輝きが表情をより明るくしてくれている感じがします。選んでいただいたポイントを教えてください。はい、大久保さんのこう清楚な美しさを際立たせてくれる白いアコヤの真珠を選ばせていただきまして、大きさも大切で、大人の女性の魅力もお持ちだと思うので、はい、でただ華奢な体格でいらっしゃるので大きすぎず、で子供っぽくならないバランスの大きさの玉を選ばせていただきました。ありがとうございます。なんだかもう大人になれた気がします。大人なんですけれども、大人の女性になれた気がします。いや、嬉しいですね。そしてちなみにこちらおいくらなんでしょうか？はい、39万8千円です。もうびっくり、一気に緊張感が増しております。ちなみにこちらイヤリングとセットになっていますので、皆さんぜひお揃いで身につけてみてください。心臓バクバクしております。そしてこういったカジュアルな時にもパールを身につけたいという方におすすめなものを選んでいただいています。ちょっと動きが鈍くなって。それがこちらになっています。こちら大きな一粒のパールが魅力的です。どんなアクセサリーなんでしょうか？はい、先ほどつけていただいた蓮のネックレスよりはちょっと大きめの一粒なんですけれども、はい、スルータイプといいまして、真ん中の貫通した穴のところをチェーンが通ってますので、動きつけてる方の動きとともに動いてくれる遊びがある可愛らしいタイプのネックレスになっています。この細かいところも可愛らしいですね。はい、お似合いです。ありがとうございます。そして今パールはですね、男性もつける時代になっているということで、今日は男性スタッフにつけてもらっています。はい、このちらっと見える黒いパールがおしゃれですね。はい、さっき大久保さんにつけていただいた白いアコヤ貝の真珠とは違う黒蝶真珠っていう黒い色の真珠です。で、形もまん丸ではなくて少しいびつなんですが、そこも魅力的で、男性の方がつけてもかっこよく決まる、はい、おしゃれアイテムだと思います。ちょっとかっこいい、いかがですか？いい感じですか？いい感じだということで、はい、お似合いです。さあ、こういったパールの魅力を伝えていくために、こういったイベントも開催されています。はい、不定期で開催しているんですけれども、初めての真珠講座ということで、真珠を身につける楽しさだとか、真珠のこう美しさなんかを知っていただくためのこう気楽な1時間の講座になっています。無料で開いていますので、ご興味ある方はお気軽に申し込んでいただけると嬉しいです。はい、この機会に皆さんもぴったりな真珠選んでみてはいかがでしょうか。